えー、こんにちはあのお待たたせしましま、えー、今日はあの「チェンジメーカーズに聞く」というシリーズの、えー、9回目です、えー、星野リゾート代表の星野さんにあのお越しいただきました、えーえっと、ご存じのように星野さんは、まああのえー、星野旅館というのを、まあ、再建 されて、えー、その他の地方のリゾート地の建、ね、て直しだとか、今あの、最近では東京の、えー、星のや東京、えー、この夏にオープンされました、でいずれまたとあの、バリにはもう出ていらっしゃいますが、えー、いずれ、えー、海外にも、えー、進出したいという、えー、青写真を持ってらっしゃいます、まああのえー、日本の観光産業をどう変えて、えー、いけるのか。 まあすでに書いてらっしゃるわけですけども、えー、チェンジーケーメーカーズとしてあのお越しいただきました。あの申し遅れました。私はあの,あのこの日本記者クラブの企画員で朝日新聞の編集の安井と申します。よろしくお願いします。えー、これからの30分ほど、えー、星野さんにプレゼンをいただきまして、えー、残り30分を質疑に当てたいと思います。じゃあ星野さんよろしくお願いします。ありがとうございます、えー。皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。 最初の,あの30分で、ちょっとご要望いただいたあの星野リゾートの展開と、それからまあ日本の観光の、観光産業についてっていうお話もあのいただいてたので、そこをちょっと後半の方であの少し織り交ぜて、私が政府に提言している内容も含めて、皆さんにお伝えしたいと思ってます。まあ、その前にちちょっと自己紹介なんでですけれどもえと私長野県で生まれ育ちま育して 経営も一生懸命やってるんですが、実はスキーの方を一生懸命やっていまして、特にこの10年ぐらいは、ですねそちらの方がますます大事になってきていまして、年間60日滑走してます、60日滑走する経営者ってなかなかいないんですが、もう最初に1年間の中の予定表に、ですね60日をこう書き込んでしまいまして、残りの日だけで仕事をするということを一生懸命やってます。 あのこの夏もニュージーランドに行きまして、あのー、4週間滞在してたんですが、まあ、毎日のように滑ってるんですけれども、えーその、私がニュージーランドに行く日っていうのは、大体7月の下旬なんですが、7月24日なんですけれども、まあ、その日にちが決まってたので、えー、星名東京は7月20日に開業したと、まあ、そんなような、あのー、こうスキーがあるので、えー、期限を守って仕事をしようみたいなところにもつながっています。 であの会社の方はですね、えー、と実は102年経っているあの企業なんです、えー、なかなか、えーまあ、102年というと、あの私で4代目の同族会社なんですけれども、えー、星野リゾートは1914年に星野温泉旅館というのを、えー、長野県軽井沢町にあの開業させてます、えーまあ、初代の経営者がここにいまして、えー、とその息子がですね、 ここに湯船に入っているあの長男なんですが、えー、この長男が70年後にあのこの人物になりまして、えー、その孫が私と、えー、こういう順番にあの事業を引き継いできている、えー、同族、ファミリービジネスとしてあの展開してきました、まあ日本の観光産業のほとんどの会社が、ですねこういうファミリービジネスとして、旅館業を営んでいるというケースが大半です。であのその あのファミリービジネスを継いだのがです、ね、1991年なんです、長野県の軽井沢町にあります、星野温泉旅館を私の父から引き継いだというのはきっかけなんですけれども、えっと、私があの何をやったかというと、ですねあの実は、所有していたんですがあの、ちょっとこの前に戻らさせていただくと、えー そうですね。このリゾート法が成立したっていうのは、あの1987年にありまして、この時に劇的に日本国内の供給量ってのは増えたんです。リゾート法ができて、あの新しい投資が日本中で起こりまして、大手企業はですね、リゾートや旅館に参入してきたんですね。えっとなので、あのそこでですね、私があのこの古いホテルをあの自分であの投資して建て替えて、えっとなおかつあのそこからまた 供給量を増やしていく、まあ、供給過剰ですからね、供給過剰の市場において、供給を増やすということに対してあの、私はすごく危険を感じまして、あの逆にあのたくさんできてしまっていてあの、運営者が少なかったっていう時代ですからあの、開発はするんですけども、運営の人材が育ってないっていうのが日本の当時の事情だったので、えっと、私たちは運営だけに特化する企業になろうという決断を、1992年にします。でそっからなんですね あのまあ、その決断が、あのえー、星根ートの方向を決めたと言っても間違いないと思うんですけれども、えー、私たち、10年間あの、長野県の軽井沢町で、えー、あの経営をしていましたが、えーと、そこのノウハウを使いまして、えーまあ、その逆に言うと、ノウハウをちょっと貯めるだけで10年かかってしまったんですけれども、えーと、2001年に初めて軽井沢以外の施設を運営させていただく機会を得ました。 えっとそこからですねあの、たまたまなんですけども、不良債権処理っていう時代に差し掛かりまして、金融機関さんからあの運営してくれっていう話をですねたくさんいただくんですね、要するに、えーあのこうまあ、お金は貸してるんだけども、えーと、利益が出てないリゾートや旅館がたくさんあるっていうので、金融機関さんが懸念されて、まあ、あの まあ差し押さえる前に何とか再建できないだろうかということで、再生を頼まれるというパターンがえっと生まれました、それがあの私オーナーから任せていただく時代がいつか来るんじゃないかと思ってたんですけれども、この2001年からだいたい5、6年間は、だいたい金融機関の皆さんからお話をいただいて、私たちはそこをですねあ,のあまり選ばずに、どんどん引き受けるということを始めてます。年にです、ね あのアメリカの,その投資家のゴールドマン・サックスが、えっと、日本の地方の温泉旅館に投資し始めるっていう、えー、大きな出来事が起こりまして、えっと、その時にあにゴールドマン・サックスさんが投資した案件の運営は、お姫蔵吾に任せていただくという提携が出来上がり、これが2005年から急速に案件が増えているその背景です。と、えー、いうようなことで、あの一旦ここのパターンができると、 今はですねオーナーから直接運営を任せていただくケースも、まあ、たくさん増えていまして、えー、日本全国に34件、えー、そして海外の1拠点を今、運営しています、先ほどの星野やバリーは、ですね実はこ,これからの開業なんです、ね、えー、あの今年12月か来年1月ぐらいにあの開業できる予定です、でちょっとあのどんなブランドがあるかってことだけをあのご説明させていただきたいんですけれども。 あの私、小型の小さな温泉旅館を、甲斐というブランドですべてまとめてます、えー、大体50室以内のえ温泉旅館、小型のまあ高級温泉旅館なんですが、えー、それを甲斐というブランドにまとめさせていただいて、今、全国に13か所あるんですけども、えー、とそれがです、ね、あのまあ30か所ぐらいを目指して、今、拡大を図ってます。 ちょっとあのどんな旅館かというのを見ていただきたいんですが、まあ、こういうあのいわゆる伝統的なあの日本の,あの、日本らしい、えっと、温泉旅館をです、ね、多くのケースで今まではあ既存のものをあの私たちがあの、まあ、例えば投資家が投資して、私たちに上を任せていただく、えっと、収益が良くなってきたら、そこで改装工事に入る。 そしてさらに収益を安定させるっていうようなことをです、ね、やってきました、まあ、名前それぞれ別々な名前なんですけれどもあの、ある基準に当てはめて、えーえー、顧客の満足度が取れるようになった段階で、甲斐というブランドをつけさせていただいて、えー、このネットワークを作っていくっていうのが大きなあのポイントです。あのちょっとあの油断になるんですけれども、50室を30箇所で持つと、えー、1500室なんですね。 1,500室の一つのグループっていうのは、かなり大きなあのパワーを持ちます。海外へのマーケティング、国内での、えー、そのインフラに対する投資もですね、まあ今システムだとか、インターネットだとかってことが予約取るには非常に重要なんですけれども、えーと、そういったことの投資にもお金が回ってくるんですよね。従って、あの私あの、トマムっていうところで1000室経営してるんですけども、そのトマムで1000室経営するんであれば、えー、実はあの50室ずつ、 温泉旅館を日本全国に20か所、30か所ある方がまが、はるかに収益がよくなるはずだというふうに思ってます。あの昨年、えー、箱根ですね、箱根の大涌谷が噴火しましたで、箱根が噴火すると、下箱根っていう施設のですね稼働率ががーっと落ちるんですねあの、外国人も来なくなるわけです、えー、と噴火するしている場所には誰も行かなくなるんですけど、不思議なことに、えー、それと同時にですね、下伊東の稼働率が上がり始めるんですね。 それから貝絹川の稼働率も上がり始めます今年箱根がですね、大涌谷がようやく落ち着いてきて、解禁になって、また観光客が戻ってきてるんですけど、何が起こったかというと、熊本の阿蘇がですね地震で、ですね観光客がこうすごく落ち始めるんですよね。それと同時に、逆にあの新幹線が開業しまして、あの香川の稼働が上がり始めるというふうに、あの私の感覚ではですね、 1500、えっと室,まあ、室、例えば持つ、1500室投資するんであれば、日本の温泉地の場合は特に50室ずつその分散して持っている方がまが、あ、はるかに安全で、はるかに稼働が安定すると、一、えー、つ、50室の1つの旅館として業績を見るんではなくて、1500室の1つのネットワークとして見たときにはです、ねえー、地域分散をするってことが日本の場合、非常に重要だってことは分かりいただけるんじゃないかなと思ってます。えっと、それから あのリゾナーレっていうブランドはです、ねあの、私が最初に再生案件としてあのお受けした八ヶ岳の案件なんですけれども、あのこの施設、すごくかっこいい施設でして、洋風のリゾートがなぜ、こんな八ヶ岳の山奥にあるんだろうというふうにあの感じていたんですが、えー、と実はあのこの施設にあの最後まで、まあ、売り上げが減少しているときにも、最後まで残っていたのは家族連れなんですね。 えっと、なので、えっと、私はもうこういう施設はです、ねあの、12歳以下の子供を連れた家族市場、ファミリー市場をあの徹底的に狙っていこうという戦略にあの出てます、えっと、それがまあこのリゾナーの八ヶ岳が黒字化したもう最大の理由なんですけれども、なぜかっていうとあの、12歳以下の子供連れ家族はです、ねあの、日本で最大セグメントです。日本のの旅行のその えこう同伴者を集めたスタイルでは、12歳以下の家族連れ旅行が40%占めてるんですね、えー、の上に、意外に高級旅館とか、ですね高級なリゾートからはあの嫌われてまして、子どもはあのお断りなんていう宿が結構あるんですよね、ですから、非常にその旅行意欲が旺盛なあの人たちなんですけども、単価が意外に低かったりとか、それからあのうるさかったり、子どもはうるさかったりなんてことで、行く場所が少ないと。 ですからこう受給関係でいうと、非常にです、ねえー、と需要過多になっている市場なんですね。えー、なので、あのすごく大きな箱があるときには、大きな箱っていうのは部屋数が多いってことなんですけれども、えー、そういうときに、えー、かつそれが西洋的な場合に、私はリゾナーレにすることにしていまして、今、全国で4箇所で展開をしています、八ヶ岳と、えー、そうですね、もうか家族に振ってますんで、どうしてもこういうビジュアルになってくるんですけれども、えーと、それから今、トマムの2つのタワーをですね、 リゾナーレブランドに変えまして、ここでもですね家族をターゲットしています、子ども連れのアクティビティですね、そしてあの熱海の,あのこれは、もともと開発されたときには、百万石っていう温泉旅館だったんですけれども、ここをあのもう買い取った投資家がいまして、その投資家の方からあの再生を依頼されて、私たちはリゾナーレとして大改装しまして、 非常にうまくいっているプロジェクトです、子ども連れをターゲットするということですね、これ、八咫海にある施設なんですけども、というように、いブランドは温泉旅館、そしてリゾナーレブランドは子ども連れファミリーをターゲットする西洋ホテルえというようなあのこう違いを持って運営しています、最後にあのラグジュアリーホテルとしての星のやというのをあの展開しています。 最も高いセグメントはですね、最も高級なセグメントに行こう、あのこのセグメントは世界的にです,、ね、あのすごく伸びていますし、えー、と日本の中でもあの確実に存在するマーケットです、えー。数はそんなに多くないですけども、えー、と逆にあの単価が高い分あの、利益率が非常に高くなるという、まあ、そういうモデルなんですがあの、私の実家の軽井沢を改築しました、2003年に星野温泉旅館を閉めまして、 2005年に星野や軽井沢を開業したんですけども、そこがスタートになっています。えっとこの収益が良かったってこともありまして星野京都に行きました。しえっと、その後、あの竹富島という沖縄の離島で星野を展開させていただき、えっと昨年あの星の富士をあの開業していましてえ、今回、星野や東京にあの来ています。 あの星野屋の場合には、国内のラグジュアリー市場をしっかり捉えるということと、それから今、成長してきている海外からの旅行者をターゲットしていきたいと思っているので、見ていただいても、沖縄、京都、富士、東京というふうに、外国でもあの知名度のあるえ場所にですね星野屋を展開しています。星野東京は、東京はもう世界のホテルが集まってますので、私たちは日本旅館で勝負しようということでですね。 えー、東京の大手町なんですけれども、えーと、日本旅館を登場、まあ、に作るという、まあ、18階建ての建物をすべ、えー、て日本旅館にし、84室を経営しています。もう一つ、あの私たちの,あのご紹介で最後にちょっとお話したい点は、リ、えートなんですね、星野リゾートリートをです、ねえー、平成25年の夏にあの、えー、上場してます。 であのこれはですね、あのまあ、私たちとしては、運営、先ほどちょっと運営特化っていうお話をしたんですが、えっと、所有は投資家に任せて、えっと、私たちは運営だけを担当させていただきたい、えーまあ、そうすることによってあの、展開を早くできるってことはもう最大のメリットなんですね、あの借金をしなくて済む負債が膨らんでいかないですから、案件数が増えていっても、えー、負債が膨らまない、したがって資金調達がいらない。 転換が早いことによって、件数を伸ばし、まあ、集客のスケールメリットをどんどん強めていく、これが私たちの,その運営特化戦略の考え方なんですけども、あのそうは言ってもです、ね、実家の軽井沢とか、それから自分たちで開発した京都とかですね、初期の頃に再生を担っていたアリゾナル八ヶ岳というような施設を所有したまま、と他の投資家と一緒に仕事をしてきたんですけれども、 えとそういう施設もですね、リートの誕生とともに、えー、と一気にあのリートに売却しまして、えー、と今、星ネゾウトがあの所有している施設が非常にあの、まあ、限られた施設だけになっています。あの限られた施設というふうにお話しているのは、えー、とリートという、あのすごく安定して、長期で、えー、この不動産を所有してくれる、あのまあ、観光に特化したリートが誕生しましたので、あの私たちは逆に、新規案件が見つかると、 今までは投資家を探していたりしたんですけれども、新規案件が見つかったときにはです、ね、もうそれを自分たちで取得してしまいます。まず自分たちで土地を買っちゃうとかですね、それから開発もやってしまう、あと今まではあの運営特化に忠実に来ていたので、そういうそのリスクは取らなかったんですけれども、今、あえてです、ね、そこのリスクが取れるようになりました。土地を買い、建物を建て、えっと、早く軌道に乗せる、軌道に乗せるというのは、 収益を安定させて、で安定した段階で、リートに興味を持っていただくような案件にして、えー、組み込んでもらうということをですね、あのできる、まあ、このパターンがですね、確立できると、あの私たちにとって非常にさらにまあ転換が早くなるということがあ,のあると思ってます。でもう一つリートのポイントは 今まで、先ほどちょっとご紹介したゴールドマン・サックスさんもそうなんですけども、意外に大きな投資家が観光産業に投資してくれてたんですね、機関投資家さんが日本の観光に将来があるということで、投資家としてあの旅館やリゾートに対してパートナーとして組んでくれてたんですけども。 あの個人投資家の方々も、これだけ観光がですね成長産業として位置づけられると、おそらく私たち、興味を持っていただけるんじゃないかと思ってまして、もっともっとあの観光産業が成長していくには、日本の個人投資家の人たちが投資できるような受け皿を作っていこうということも、このリートが果たしている大きな役割だというふうに思ってます。あのこれがあの誕生しててに初めてあの業界の人たちが あの木造の旅館って、リートに入れることはできるんだっていうふうにあの気づいてあのいただけたところがすごくありまして、もうすごく大きなあのこうニュースだったと思うんですけども、あのそこからですね、今、えー、先,あの先日、大江戸温泉さんが、えー、となんとリートを立ち上げましたからね、あのもう観光、ホテル特化型リートは私たちを含めて4件になってるんですね。えー、っていうようなことがあのす、すごく大事なんじゃないかなっていうふうにあの思ってます。 今、ちょっと20分経ったんですけれども、残りの10分のところで、ちょっと、じゃ日本の観光産業って、何が課題なんだろうとか、懸念なんだろうということをお話しして、後半の30分の質疑応答の時間に移りたいというふうに思ってます。そうですすねいいませんは まずあの、観光立国という言葉があるんですけれども、観光立国とは何なのかということを、あの私、もう一度皆さんにぜひ知っていただきたいなと思ってるんですけど、あの私、2004年の観光立国戦略会議のときに、小泉内閣のときだったんですがあの、ワーキンググループに入れていただいて、あのそこからです、ね、あの観光立国とか、まあ、国の政策としての観光の在り方ということを考え始めたんです。で当時ですね やはりあの日本の地方を意識していたんですね、えー、各地がまあ地域独自の魅力を作り、国内外の観光客を集め、でこれをです、ね、日本の地方が人口減少に直面している、または地方がその経済の衰退にあの悩んでいるというところに、新しい基幹産業になろうじゃないか、えー、地方ですごくあの重要だった工場が中国とかベトナムとかに移転していっている。 でそこであの雇用を確保できなくなってきているときに、観光がです、ね、新たな雇用の担い手になろうっていうようなことをです、ね、あの目標にして、観光立国という言葉があができたというふうに思ってます。ただ、ちょっと今見ていただくと、あのえー、実際に伸びている場所っていうと、東京、大阪、京都、北海道なんですね。で東京にいると確かにインバウンドたくさん来て爆買いしてるなんていう話があるんですけれども、えーえー、実はあの、 地方にまで全然そのまだ観光立国のそのパワーがこう感じることはできてないっていうのは現状だっていうところも一つ問題だと思ってます。えとそこでですね、このインバウンドが増えているっていうところをちょっと皆さんにお伝えしたいと思ってるんですけども、まあ、これは、ね、よく発表されるデータで。 えー、あのインバウンドの消費は1.3兆、1.7兆、2.2兆というふうに伸びてきていて、2015年はどうだったのかということは、ちょっと後ほど皆さんにお伝えしますが、これが訪日外国人旅行者の,その、えー、旅行消費額なんですね、でこれをあの日本人の日本国内旅行の消費額とちょっと比較してみたいんですけど、まあ、そもそもそれをするにはです、ね、このくらいちょっと下げなきゃいけないんですが。 えっとこれが日本人が使っている金額です、えーっと。注目していただきたいのは、2013年から14年にかけて、えー、旅行消費額の総額はなんと落ちてるんですね。ところがです、ね、当時あの、マスコミを含めてニュースはです、ね、2013年から14年にかけて、えー、外国人観光客の消費額は1.7兆から2.14に伸びたというふうに、まあ、報道されてるんですね。 ですから観光立国はなんかこう順調にいってるようにやっぱり思えるし、確かに外国人の観光客は増えてきているんですが、13年から14年にたまたま起こったことっていうのは、はるかに大きな消費である日本人による日本国内観光の消費額が落ちたんですよね。でそれによって結局、トータルは減ってるんですね。ですからこ、この年はますます,です、ね、東京、大阪、京都、北海道にいると、なんかインバウンドが増えていて、えー、と爆買いが起こっていて、 えと観光がなんか伸びてるように見えるんですが、インバウンドあまり来てない地方からしてみると、あのー、本当に、あのー、観光が伸びてるっていう実感が得られなかったっていうこ、まあ、今年ですし、国内全体に見ていただいても、まあ、22.4兆だった12年、23.7兆、そしてまず22.4に戻ってるということで、まあ、意外に安定はしてるんですが、えー、日本人の減少っていうのは分母が大きいですから、非常に大きなインパクトがあるっていうことなんですね。 2015年何が起こったかというとです、ね、15年は両方伸びてます、2.2、えー、兆が3.3兆になったんですけれども、えー、なんと日本人が戻ってきたので、えー、日本の観光の総消費額はなんと25.5兆になったんですね。あの大事な点というのは、25.5兆というのは巨大な金額であるということなんですねで。巨大な金額であるものの支えている部分。 つまり22兆ぐらいは日本人による日本国内観光なんですね。ですから、まあ、インバウンド増えてるっていうニュースを皆さんお聞きになると思うんですけど、その時に必ずちょっと思ってほしいのは、日本人はどうなってんのということも聞いていただかないと、まあ、あの全体の市場は本当に伸びてるのか、伸びてないのかわからないっていうことなんです。えっと、これの日本人のです、ね、日本国内旅行っていうのは、日帰りと宿泊に分かれるんですけれども、えー、過去十数年を見ていただくと、こんな感じで推移してます。 えと意外に安定してるんですけど、アップダウンしていますし、東京の人口がこれ、減少に転じ始めますと、少しずつ減っていくっていうことがまあ予想されるんですね。ただ、この十何年間見ていただいても、ちょっと滑らかにこうマイナス傾向にあるわけなんですが、それって、なぜなんだろうというと、実は人口減少ではなくて、ですねえと旅行参加率の減少なんですね。 国内宿泊旅行実施率の推移、1年間に1度、日本国内旅行をしましたかという質問に対して、全年齢層、男女別に言うと、落ちてます。一番落ちてるのは、ですね著しく落ちてるのが、実はあの20代の男性なんですね、20代の男性って最近、車も買わないし、免許も取らないし、あの旅行もしなくなって、一体何やってるんだろうって、皆さん思われるかもしれないんですけども、何やってるか私もよく存じ上げないんですが、 え旅行が一番落ちてるのは、えー、この男性層なんですね、えー、一番落ちてないのはなんと20代の女性なんです、えー、と20代女性っていうのはあの常に旅行のスポンサーを持っている、えー、と市場でして、あのー、カップルの時もそうですしそれから結婚してもあの旅行をしてますし子供が生まれても今度3世代旅行っていうのが始まりましておじいちゃんおばあちゃんを連れて、えー、娘とその孫と一緒に旅行するっていうのがあってあのー 旅行参加率が最も減っていない市場という、非常に面白い、ですから、20代から30代にかけての男女で,で、旅行の経験率が全然違うというようなことが起こっています、あの私、政府に提言申し上げているのは、外国人観光客のことを一生懸命やるのもいいんだけど、本当はもっと一生懸命やらなきゃいけないのは、日本人による日本国内観光をどうやって維持するかということにもっと注力しないと、 あのそのインバウンドっていうね、外国人が増加した分を国内が操作しちゃうということになるので、問題なんじゃないかっていうふうに思ってます。あの最近、観光庁さんがすごくそこに力を入れくれ始めてまして、あの国内の,その需要をどうやったら再び維持できるのか、まあ、継続できるのかということを意識していただいた政策も徐々に出てきています。 今のところはちょっと売り上げの話ばっかりしてきたんですね、観光市場はどうなっているか、市場規模の話をしてきたんですけども、まあそもそも安定している日本国内の旅行消費、これはあの外国人と日本人合わせた数字ですけれども、えー、というのは、ですねそもそも巨大なんですね、二十数兆円というのは、日本ですでに5番目に大きな産業規模です。ですから、これを伸ばそう伸ばそうとしてるんですけども、えー、ともうすでにこんなに大きいのに、 なぜこれがですね、先ほどの観光立国というテーマの中で、私お話ししたように、地方の雇用に貢献できていないのか、または地方のその経済の活性化に貢献できていないのか、というところはなんでなんだろうということをちょっと皆さんにお話したいんですけれども、二十数兆円あるあの産業というと、金融とか電気とか自動車とかと肩を並べるぐらいなんですよねで。こういうものはですね、日本経済に貢献しているのに、なぜ同じ規模の消費額のある観光は、 貢献できていないのか。えっと、それはですね、実はあの、サービス産業の労働生産性にあるというのは私は思ってます。日本は農業の労働生産性が非常に低いんですね。えーと、ところがですね、製造業の生産性が非常に世界的に見ても高くて、で、サービス産業の生産性ってなった途端に、また低くなるんですよね。で、日本は、あの、ずっと過去30年間の間に、製造業に就労してた人たちを減らして、 えーとサービス産業の方にこうにシフトさせてきたわけです、つまり世界一の生産性の産業から、先進国最低の生産性の産業にあの労働者をこうシフトさせてきたので、まあ、これは当然ながらですね収益にマイナスになりますし、あの経済の停滞の要因なんじゃないかなと思ってます。もちろんサービス産業の中にも、私たち日本ではですね、えー、生産性の高い産業もありますけども、えー、旅館、その他の宿泊施設っていうのは一番右の赤なんですけども、なんと、 えー、このサービス産業の中で最も低いんですね。えー、と私たちは、そうですね、特にあのホテルの中でもですね私が担当している地方の旅館というのは、えー、この宿泊施設、宿泊産業ですね、宿泊産業に投入している労働力の58%を投入しておきながら、えー、アメリカの,そのホテル産業を100としたときに、なんと20でしかないというあの、まあこの、ここがです、ね、もう最大の問題なんですね、えー、これがですね。 あの日本の,その宿泊産業の非正規雇用率の高さにも影響しています、あの私たちはです、ねえー、観光産業で働く人たちの75%が非正規雇用なんですね、正規雇用は25%しかない、えー、このいろんな産業で,です、ね、最近、正規雇用を増やそう、増やそうと働き方改革って言ってるんですけれども、えー、なんとあの観光立国で伸ばそうとしている産業の非正規雇用が75%っていうのは、ものすごく問題があるわけです。 でここはですね、一番あの問題ないのはもちろん経営者ですし、われわれ自身ですし、産業界がもっと変わらなくてはいけないっていうのはその通りなんですけど、えー、と私があの構造的な問題に関しては、政府が取り組めるんではないかっていうふうにあの思っていまして、えー、とこの構造的な問題っていうのは何かというとですね、えー、と実はあのその休みがですね、重なってるんですね。休みが重なってるというのは、 えあの日本の場合、ゴールデンウィーク、そして、えー、お盆、そしてシルバーウィーク、年末年始、ここにですね巨大な需要が、さっき23兆円って言いましたが、23兆円の需要のかなりの部分が、ですねこういう休みの日用に重なってます、3連休もそうですね。ですから、あのよくあの私のところの,あの軽井沢とかですね京都とかですね。あの 星野さんのところは、もういつ見ても部屋が取れないっていうふうに言うんですね、お客様が、私にお会いすると、いつ見ても部屋が取れない、それは本当は正しくなくて、ですね部屋が取れる方が、あの日のが大半なんです。えー、と部屋が取れない日は、年間のうち、ですねおそらく80日から100日だけなんですね、これはもうゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末、年始、そして土日を合わせると、大体100日になるんですけど、この100日はいっぱいなのは確かです。 残りの日はでですすねあの部屋空いてるんですよただ、お客様の多くは、ですねこの100日にしか予約しようとしないんですよね。だからそこはいっぱいに見えていて、値段が高くなっていて、そして観光地に行くと混雑していて、高速道路渋滞するんですね。で、これがですね非正規雇用が多い、あの実はあの理由になってます。あのこの100日しか労働力がいらない産業に、ですね正規雇用を雇うっていう動機があまりないんですね。 ですからあの、いくら23兆円の需要があっても、えー、と実はあの一つの旅館からしてみると、満室になる日は、大したことしなくても満室になるし、でガラガラの日はです、ね、どんなに努力してもガラガラのまんまと、えー、とこ,これがです、ね、日本の大きな需要がありながら、それを有効に使えていない最大の理由だと私は思ってます。えー、となので、えーと、実は私が2004年から政府に提言していらんというのはです、ねあの、需要の平準化なんですね。 休みあの働き方改革っていうのはあの今、進んでますけど、ぜひ、休み方改革にもつなげてほしいというふうにお話してるんですが、あの日本全国をですね1億2500万人ぐらいいるとすると、えー、2500万人ぐらいずつに分けます、えー、全国の地域を A、B、C、D というふうにですね、ですね代わり番号に例えばゴールデンウィークを1週間ずつずらせしてですねご、ご地区が取ると、 えとこれも2500万人ずつが休みを取っているという状態になって、観光地は快適になり、値段が下がるんですね、値段が下がるとどうなるかというと、2泊しかできなかった人が3泊するようになるし、3泊しなかった人がもう一回、違う時期に旅行ができるようになるっていう、すごく大きな需要への効果もありますし、顧客満足度の効果もありますし、なんといっても観光産業にとって労働生産性が高まるという、非常に大きなあの効果が出てきます。 利益を出していなかった産業が利益を出し始める可能性があるということですね。で、これあの、ゴールデンウィークは場所ごとに移動すると大変なんじゃないかって思う人がいるんですけど、実はですね、同じことはもうすでにですね、ヨーロッパの観光先進国、そして米国でも最近春休みをですね、ずらし始めたり、地域によってずらすことのメリットっていうのは、あのかなり享受してます。もうこの先進国がですね、サービス産業化が進んでいて、 サービス産業の生産性を上げるには、えー、と需要の平準化しかないということを、あのもうずいぶん前から言われてまして、えー、彼らにできるなら、私は日本でも必ずできるというふうには思っています。ということで、あの大事な点というのはですねあの、需要の平準化により、混雑を解消する、えー、満足度を向上させる、料金を下げるんです、ねえー、そうすることによって、 混んでるから行かないっていう需要も日本には相当あるんですよね、でそういうその需要を引き出すことができる、えー、これ、はあの競争促進策にもなるので、えー、と実はあの私のこの提案に対して最も反対しているのは、あの日本の観光宿泊産業なんですね、あのそその古くて人気のない施設には人が来なくなるじゃないかって、まあ、その通りなんですけども、えー、とそこがですね反対の理由です。 えとただ、これをやらないと、設備投資をする人がリスクを取って設備を投資をするだけの買いがなくなりますので、あの本当にあの私たちの業界で設備投資を促したいと思えば、ある程度の競争促進策は必要だと思ってます。えー、とそうすることによって、ハードとソフトが揃うことによって、初めて、その観光立国というところにまあ結びついていくんじゃないかなというふうに考えてます。 ということでちょっと5分オーバーしましたけれども、えー、これであの私の今日のお話を終わりにしまして皆さんからのご質問をお受けしたいというふうに思っています、えー。どうもありがとうございました。うえー、どうもありがとうございました。えー、っと私の方から一時あの質問したいと思います。はいえー、その後会場の方から受けます。はい、あのと星野さんのところはですね、あの正社員だけを 採用してというふうにお聞きしてるんですが、そのえー、こういうまああの、まあ、繁忙期が集中している日本で、はい、正社員で,です、ねえー、オペレーションできる秘密っていうのは、どういうところにあるんですかね、あのそのアルバイトをです、ねまあ、せ非正規の人を取りたいっていう、取ってあの収益を確保したいっていうです、ね、そういう思いが、まあ、 あるのではないかと思うんですが、それはどうして今、正社員でできてるのか、なぜ正社員を維持しようとされてるのか、ちょっとお聞きしたいんですけど。はいあの 正社員だけというのはちょっとあの、えー、あの誤解もありまして、<っ>例えばスキー場なんかは、あの冬はやっぱりインストラクターも必要だったり、それからあの、まあ、作動といってリフトを吹たか、これはみんなバイトなんですよね、冬季あの、社員も結構います、ただ旅館とかですね、年間通して同じあのこう業務ができているところは、実は正社員採用にあの、えー、踏み切っている、例えば、星名軽井沢は84室ですけど、百数名はもう全部正社員です。 で部屋の清掃は東京のホテルは部屋の清掃を外注してますけど、私たちは自社でやってるんですね、えー。っていうようなことをやっている理由はです、ね、実はあの私たちサービスチームっていうあの考え方をしてまして、これちょっとお話しすると長くなるんですけど、簡単に言うと、実は旅館とかホテル、日本の地方の中で、お客様の,その、えー、パターンっていうのは非常に似てるんですよね。 大体チェックインする時間帯っていうのは3時から6時で、夕食はです、ね、知らない人同士がみんな宿泊してるんですけど、なぜかみんな同じ時間帯に食事するじゃないですかで、みんな同じ時間帯に夜寝ていて、同じ時間帯に朝食食べてるんですよね、ですからすごくお客様の行動っていうのは、もうパターン化されてるんですね、にもかかわらず、日本の旅館やホテルっていうのは、えっと、なぜかそのアメリカ流のマニュアルを導入してからです、ね、各セクションごとに仕事が分かれてるんですよ。 えっと、つまり、フロントチェックイン、チェックアウトやる人はもうフロントだけにいて、調理をする人はもう調理場だけにいて、部屋を清掃するのは部屋の清掃しかやらないと、でそうすると何が起こるかっていうと、実は手待ち時間っていうのが起こってるんですね、日本の製造業でいう。つまり自分のところに仕事が来るまでにあの、何もすることがない時間がかなり存在してるんですよね。で、これをなくすっていうことが、実はあの生産性を上げる、まあ、一企業としてのやっぱり取り組みなんですね。で私たちはあの 顧客がホテル、旅館内をそのパパ、ある正確なパターンで移動するときに、社内の労働力も移動させてます、つまり6時出勤の社員はです、ね、あの朝食準備から入るんですね、で朝食調理から入って、朝食提供に行って、そしてその後お客様のチェックアウト時間ですから、チェックアウトを担当し、チェックアウトを担当した後に清掃を担当するんですね、部屋の、うん、でそうすると朝時時から来て午後3時までの。 8時間労働、9時間拘束で,です、ねあの、パッと帰れるんです、残業なくて、でこれは最も効率的なんですよねで、そうじゃないパターンを取ろうと思うと、各セクションに必要な人員を集めますので、頭数集めなきゃいけない。 なおかつ、その人たちは一定の一つの限られた仕事しかできないので、その仕事が来るまで待たなきゃいけないという現象があって、人件比率はすごく高くなっていくるんですね、それが日本の,あの実はあの旅館やホテルの収益をかなり圧迫しているんですね。あのこれも製造業でも、日本の自主産業でも多農耕化と言われていて、それが日本の,あの製造工場の生産性をすごく上げているのと同じように、私はホテル業界においても、日本の。 そのメーカーカ製造業がやってきたことがあの労働生産性を上げる意味ですごくプラスに働くとうう思って,これやってこれに大体10年かかったんです91年から2001年までかかったんですけれどもでこの方法があの私たちの,その保証の増との収益を確保しているもうキーになっていると思ってますこれやるには実は正社員しかだめなんですよ正社員以外はもうあのこの4つのスキルを身につけさせるというのは非常に難しいですよねで逆にこれさえできれば正社員で構わないんですね あのパートさん入れたりとか、アルバイト入れたりって、全く必要なくて、正社員に回していった方が、頭数が抑えられるということなんです、ね、わかりましたあの、もう一点またちょお聞きしたいんですけどね、地方のいろんなあの再建をなさってきたと思うんですけれども、そのこれは絶対にうまくいくものと、だめなものとか、ですね何かこう境界線ってあるんですかね、あのあれあきらこれも自分があの星野さん、いくらやっても、これはだめだと。ええうん 思われるような案件というのは、どういう案件で、うまくいくのはどういう案件なんですか、ねああのまあ、各施設、オーナーさんがいらっしゃいますんで、あの現状よりも収益を改善させるということに関してはあの、私たちはある程度できると思ってるんですね。ですから、あの現状よりも収益を改善できますよというプランを必ずあのご提案するようにしています。えっと、それが結果的ににになるかかかどうかっていうといののは初期投資の額によりますから あの初期投資が過剰に投資している場合は、どんな収益を上げてもプラスにならないということはありえますけど、現状の収益よりは改善できるというプランは出してできると思っているんですね、私が断るパターンというのは、どういうパターンかというと、違法建築のときとかですね、それからあのまあ最近、特に大事なんですけど、耐震上問題があるとかですね、またはすぐにこれ、築の,の年数から言うと、すぐに問題になってくるという場合には、 やははりそれはです、ね、オーナーの責任として修正していただかないとなかなか星野リゾートとして今、運営できないのでそういうパターンのときにはお答えする場合もありますね逆にそれはそれ以外の場合は大体再建できるいそれ以外の場合はあの再建できるかどうかは別として現状の収益よりは改善できるという提案を差し上げてます、<laughs> なるほどそれを見てあのオーナーがそ,そこまででいいやと思うか、えっと、それで十分じゃないと思うかは、まあ、ご判断、いろいろあると思うんですけども。 現状の運営よりは、あの運営から上がってくる収益よりは、はるかに改善できるはずだというふうに私は思っています分かりました、あと20分ほどですが、あの会場からあの質問を取りたいと思います。あのえー、質問がある方は挙手をしてください、それであの指名しますから、えー、所属を名乗った上えで、えー、質問を簡潔にお願いいたしししまますすどうぞよろしくおお願願いいじゃします。じゃあお願いします 個人会の原田と申します先ほどの星野さんのお話で、まあ、12歳以下のです、ね、子供を持った家族が一番大きなあの、まあ、お客さんだというお話がありましたがあの段階の世代といいますかその引退世代ですねあの企業を退職して、えー、この人たちが、まあ、私も,もうその世代に入ろうとしてるんですが その人たちがまあ結構いろいろ大きな塊で,です、ねえー、いろんな産業でどんどんお金を使ってです、ね、あのこの人たちを体現した方がいいという話が前あったんですがどうも最近あんまりないとで各産業もそれほどでもないとでその旅行の方はどうなんですかね、この人たちが動けば多分ウィークデーもあのお金を落とすんじゃないかと思うんですが実際はどうなんでしょうか。 あのそれだけでもう1時間ぐらいお話できるんですけど、簡単に申し上げると、団塊の世代の人たちが、すごくその志向している旅行は海外旅行が多いですね、この方々が国内に行きたいというときには、孫と一緒のときなんです、なのでやっぱり3世代旅行としての団塊の世代の,あの果たしていただける役割というのは非常に大きいと思いますね。 あの3世代旅行のパターンというのは、大体スポンサーはおじいちゃん、おばあちゃんなんです、ですから、実際にはお金を出していて、国内に息子、娘、夫婦とその孫と一緒に行くっていうパターンは、これから私、すごく増えるというふうに思ってます、それからじゃあ、段階の世代の人たちの夫婦での旅行はどうかっていうと、あんまり明るくないです、男性側にあの調査すると、夫婦旅行行きたいっていうんですけど、 奥様側に調査すると、行きたくないっていうんですね、友達同士で行きたいと、で旦那と行くときには下見なんだと、下見で行ってよかったところにお友達同士でもう一回行きたいんだと、こういうふうに語って,語ってるので、なかなか難しい事情だというふうに思ってます。 個人会員の太田です。ありがとうございました。まあ、あの、需要のね、平準化。これは古くて新しい問題で、新しくて古い問題。えー、それ以外にですね、課題として、星野さんみたいな経営者はね、もっともっと出てこなきゃいけないと思うんですけれども、どうして観光産業に出てこないのか、つまり魅力がないのか、その辺の人材育成の話、それと、観光産業全体のところでは、まあ、需要の平準化がキムちでお話になりましたけれども、他に、 まあ3世代、段階の世代、高齢化になると、ですねやっぱりそのホテルの中はバリアフリーだけども、駅だとかなんとかですね、それまでのストーリーですよね。そののどこでアクセサビリティっていうのかな それがまだ十分じゃないと思うんですけれども、この2点について、2番目は、高齢社会になって、ホテルとか旅,行旅館の中ではバリアフリーかもしれないけど、それまでも,もう車も,ねもう運転したくない、でも行きたい、でもそういうのも全体のインフラっていうんですかね、人材,人材の問題と、平準化の他の課題、これを教えてください。 あの素晴らしいご質問なんですけれども、あのまずそのあの、私たちの業界はあのす、すごく長い歴史がありまして、その中であの意外に、先ほど、一番最初にお話したようなあのこう、同族経営になっていたり、各地の温泉組合や観光、旅行団体っていうのは、非常に強い団体です。 で、あの、すごく私は、あの、まあ、経営者は出てこないっていうところは、あの、いくつかあるんですけれども。あの、一番大きな理由は、あの、健全な競争環境になってないっていうことはですね、すごく大きいんですね。健全な競争環境になってなければ、いい経営者が。り旅行、または観光事業。 関連事業で起業しようっていう気にならないですよね、だって不利になりますからね、えっと、それからあの逆に言うと、長年やってきてる同族経営のファミリービジネスでやってる人たちは、あの競争しなくても安泰であれば、リスクを取って競争しないんですよねで、競争しない環境が守られるんであれば、その方が楽じゃないですか、ですから私はやっぱりずっと見ていて、すごく思うのは、競争を排除しようっていうようなその動きってのはすごくあるんですよ。 であの需要の平準化っていうのは、ちょっと先ほど私、増えましたけども、頑張る施設は利益増になるっていう仕組みなんですね、ゴールデンウィークはもう、頑張っても頑張んなくても満室なんですよで、ゴールデンウィークの翌週は頑張っても頑張んなくてもガラガラなんですね、ですから、あの頑張ってる人はやっぱりお客さん来るようになる、利益が増す、だからまた投資もできるっていう。 そのいい経営者が出てくるには私は健全な競争環境の整備っていうのは不可欠だと思ってますで、そこをやっていかないと本当の意味であの需要をいじってもですね今おっしゃっていただいたようなあの経営層っていうのはなかなか生まれにくい環境なんだと思いますね例えば今民泊ってあるじゃないですか民泊を反対してるのはなんとホテル旅館産業ですよなんで反対してるのかっていうと反対理由を見るとお客さんにとっての そのなんて安全が確保されていないとか危険だとか、はっきり言って、それは余計なお世話なんですよね、消費者団体が安全じゃないって言って怒るのはいいんですけど、なぜ競合相手が怒るんだと、私は若いその旅行、旅館経営者なんかに反対運動を起こしている人たちがたくさんいるんで、よく怒るんですけども、基本的には競争排他的なあの思想がやっぱり相当根強くあって、その人たちが地方のえやっぱりあのなんていうんですかね、 あの組長さんとか議員さんなんかにやっぱ相当影響を与えているんですね、だからなかなかあの僕はよく、うちの県は民泊フリー県ですって言ったら、世界中から人が来るよって言ってるんですけど、そこになかなか踏み出せないですよね、それを打破する一つの方法としては、やっぱりあの民泊みたいなそのあの新しい環境ですね、IT 革命が旅行業界を変えようとしている新しい環境において、一番得をするのは、実は地域のお土産屋さんとか。 地方都市の居酒屋さんとかですね、えー、こういう人たちなんですよね、不動産屋さんとかですね、ですから、そういう今まで観光産業の一員だと思わなかった人を含めて、新しい観光事業団体っいうんですか観光、観光産業団体を地方で作っていくと、今はその宿の親父ばっかりなんで、 もう反対って言ったら反対になっちゃうんですけども、いやお土産屋さんは賛成してるよとかね、タクシー会社は賛成し始めてるよとか、こ,れはこういうそのあのグループを作っていくことによって、あの競争環境に対してもっともっと前向きにならないかなっていうふうにあのちょっと期待してます、それからあのその高齢化になってくる中で、高齢化市場への,そのバリアフリーの旅行っていうことを視点なんですけど、 やはりそのいろんな課題があったり、いろんな問題があったり、いろんなあのことがあって、だいぶ日本の場合、どっちかというと海外に比べると、そこはあの建物にしても、駅やいろんなところにしても、かなり整備されてきていると私は思うんですね、ただ、一番期待しているのは、実は自動運転なんです、自動運転技術をやっぱり、もう最先端なあの国になることによって、もうここはですねあの劇的に変わってくると思いますね。 自動運転で車があのこの私たちの旅館の前までつけてくれればそこから先私たちはです、ね、あのしっかりとサービスができるんですよね逆に自動運転技術をあのあのしっかりと整備することによって私たちの車が自動で迎えに行くこともできるかもしれないんですねですからあのそ,そこのことを考えていくとあの本当にあの、まあ、そのアクセシビリティというところに関しては、えっと、日本はあの技術大国ですから 大きなポテンシャルを持っている国で、えー、特にあの自動で運転技術は、あの観光とか旅行とか、特に高齢者のっていうところに関しては、あの変革を起こせる技術なんじゃないかなというふうに期待してます他にあございますかで、次にお願いします。 えー、ミリ新聞の天日日とと申ししまます今日はどううもありがとうございました1、えー、点質問なんですがあの堀星野リゾートさんの展開しているところを見ますと例えば沖縄の,あの離島ですとか青森県の三島とか室戸岬とかですね必ずしも人がそれほど集まらないようなところもありますけどもそういう過疎地の現状はどうなのかそしてまああの過疎地というか、まあ、あ,のあまり人が集まらない地方ですねそこにまあ人集、ま、が来るような地域の活性化って そういう方策としてはどういうことが考えられるとお考えでしょうかあの、えー、と私どもが三十数件の中で見ていただくと、あの自分ではこんな所にね、リゾート建てないみたいなところに行って運営していることが <laughs> あの多いんですけど、それはもうあの、再生を担ってきてからなんですね、ですから困っている地域こそ声がかかるので、えー、と私たちはそういうところの,あの仕事があの2001年から2 0 0八8年まで非常に多かったです。 えなのであの、そういう施設が今でも残っていますしあの、こういう施設、青森にしても、それから高知の男にしても、沖縄の竹富島にしても、業績自体は好調なので、あの単体の施設としては、あのうまく集客しているということだと思うんですね、それはもう、あの我々の魅力発信の,あの継続的な努力があの効いてきているというふうに思ってます。ただあの 地域全体として、今、ご質問の趣旨としての地域全体として活性化していくにはどうしたらいいのか、これはですね、そういう過疎地といいますか、地方の今人気のない、決して観光旅行者がバッと来てない場所であればあるほど、私は規制緩和だと思うんですね。日本の観光産業は、ものすごい規制の中にいます。ですから、都市計画法に基づいて、ホテルを建てていい場所が決まってますので、リゾート地に行っても駅の周りが近隣商業なんですよ。 ただ、青森まで行って駅の周りに泊まりたいってお客さん、あんまりないんですよね。ですから、やっぱりあの都市計画法が日本全国を規制してしまっているって言ったけど、リゾートはもともと都市じゃないですから、えー、とリゾート、また観光地計画法なるものに変えていかなくてゃいけないっていうのも一つの規制緩和ですし、例えば先日、環境省さんが一生懸命取り組まれてましたけども、あの国立公園の利用ですね。 国立公園をこれだけたくさん日本の中に素晴らしい国立公園があり世界遺産世界自然遺産になっているあのところがですね白神山地にも知床にも 屋久島にもありますけれども、まあ、海外の世界自然遺産に比べて集客率が圧倒的に少ないですよね、これ、なんでなのかというと、自然のレベルは世界的なんだけれども、受け入れる体制とか施設とかですね、サービスの内容っていうと、その規制によってなかなか本来、世界から富裕層が飛行機で飛んできて、えー、2週間滞在してくれるようなものになっていないということも原因だと思うんですよね。でですかからやははり地地方の地域ととととしてできるることは何かというと今ある事業者を なんか守ろうとすることが私は多いと思うんですが、そうではなくて、やはり規制緩和をして、健全な競争環境を整備し、えーあのまあ、活性化させていく、これがあのそういう地域にできることだと思います東京の周りの観光地は有利になっているんです、箱根とか軽井沢とか那須とかですね、東京の周りは有利になっているんですけど、あのこういうところはです、ね、規制緩和に関して反対する人も多いんですよね。ですから、地方の今おっしゃってた過疎のような場所は、反対する人の数も少ないですから。 こういう場所こそです、ね、組長が規制緩和する、例えば民泊フリーエリアとかですね、えー、とウーバーもフリーエリアというだけで、もう世界中の人がです、ね、自分のもうスタンダードとなっているサービスが日本で受けられるのはここだけかということになれば、もう岩手の山奥でも沖縄の離島でも、私はもうすごく注目される場所になっていくし、新規参入者がそれ、入ってくると思いますね。えー、とそうすることによってあの、その地域は活性化してくるんじゃないかなというふうに感じています。 通信 OB の前川義和といいます、このところ、急速な多店舗展開を図っているように感じるんですけれども、これからもどんどん施設を増やしていくのかということと、その多店舗展開を図ることによって、平凡な施設に、えー、堕落するんじゃないかというような、まあ、気がするんですけれども、うそうならないように、 どういう点に一番気をつけているかということをお願いします。あ、ありがとうございます。あの鋭いご質問で、<laughs> あのあの私たち施設はあの増やしていかなきゃいけないと思っていまして、あのなぜかと言いますと、あの日本の中では数が増えてあの大手に見えている部分もあるかもしれませんが、ホテル運営業界っていう中ではですね、私たちはまだまだ弱小です。 えっと、世界と戦ってるんですね、えー、マリオット、ヒルトン、ハイアット、えー、リッツ・カールトン、フォー・シーズンズと実際には戦ってます、えー、なんかこういう世界の大手ホテル会社は、都会にしか入ってこないんじゃないかっていうふう、えー、なことを言う、20年前に言ってた人はいますけども、なんとマリオットは軽井沢にできたんですね、ハイアットは箱根に作ったんです。 リッツ・カールトンは沖縄にもありますし、京都にもあって、ですねフォー・シーズンズは今、京都にも参入してきてます、えっと、このように都市から入ってきている世界の大手が、ですね今や日本の温泉地から観光地まで入ってきてるんですね、ですから私たちの日本のホテル会社は、こういうところをやっぱり迎え撃たなきゃいけないっていうのが、あの本当にあの、えー、率直な、まあ、危,機危機感なんですよねでこう、こういう会社と戦っていくには、やっぱり規模が必要です。 ですから、規模の経済であの私たちは劣っていてはあの、国内でも、国内の観光地や温泉地でもです、ね、彼らにいつか負けるときは来てしまうので、えー、私たちもしっかりと件数は伸ばしていかなきゃいけないと思ってます、えー。彼らと私たちの違う点、今おっしゃっていただいた2番目の質問なんですけれども、えーと、平凡な施設になりゃしないか。えー、と私たちは、あのー もちろん平凡な施設になりたいとは思ってませんし、あのならないようにしようと思ってるんですが、その,あの一番のキーポイントは、やはり権限を各施設の接客しているスタッフに与えられるかどうかだと思ってるんですね、何かあのハイエットにしてもシカゴ、ヒルトンにしてはカリフォルニアの本社がです、ね、サービススタンダードを決めて、世界的に統一化を図っていくっていうのが、アメリカのホテル会社の特徴なんですけれども、えっと、私たちはやっぱりそこをローカライズしていく。 各地域に住んで、地域の魅力を理解して、地域でそこにいらっしゃる方々を出迎えしている接客のスタッフが、自分たちの新しい魅力を開発し、掘り起こし、提案し、それをサービスに変えていけるかどうか、ここの権限を各地域に、また施設に任せていけるかどうかが、星野リゾートらしさがです、ね、失わないでいられるかどうかの、すごく大事なポイントだというふうに思っています。はいえっと最後 えとあとございませんか、そろそろ時間なんですが、こちら、あとお二方ということで、終わりにします、はい、朝日新聞の井上と申します、今日はありがとうございました。とえと今、国内で海外のホテルを迎え撃つお話がありましたけれども、今日あまりお話ございませんでしたけども、海外進出も目指されているということで、で星野東京がその試金石になるという位置づけかと思います。はい で以前、別の場でおっしゃってたのはその、えー、海外に出るにあたってなぜ、えー、うちの会社ここを運営するのかという理由が非常に大事だと、うん、だからこそ日本旅館であるというふうにおっしゃっておりましたで私の質問はそれ以前にあのその国内で迎え撃つのもそうですけど海外に出なきゃいけない理由というのは何なんでしょうか。 とということですあの単に国内の人口が減ってマーケットが縮小するというそういうものなのかそれともその星野さん本人のその原体験として何かあるのか、うん、ということが第1点で次がそのすで、えー、にタヒチに出られていると思うんですけどもリゾートで海外に出られていることの意義とその日本旅館で出るというのは何か違うことがあるんでしょうか。教えてください いやあのとても1分で答えられるような質問じゃないんですけれども、えーっとまあ、海外に行くことの理由っていうのは、まあ、スケールメリットなんですね、スケールを、あのス,ケールスケールっていうのは、やっぱりあのこう、数の大きさが私は集客のパワーにつながるっていうふうに思ってまして、特に今、インターネットでの集客力があのすごく重要な時代になってきていて、あの私たちの、その、 えとシステム投資、えー、とそしてあのインフラというものを支えているのは、やはり数なんですね、ですから、数を増やしていくときに、国内で増やしていくということももちろん大事で、それもやっていきたいと思ってるんですけれども、えー、と積極的に海外に増やしていく必要があると思ってます、あのバニアンツリーっていうホテルのチェーンがあるんですけど、これ、全然世界では知られてないんですが、中国に行くという当たり有名なんですよね、なぜかというと、中国国内に拠点があるからなんです。 やはりその拠点をを持つことによっってて私たちを知っていたち知いだく機会があるんですねですからそタヒチからお話をいただいたりバリからお話をいただいたり、えー、とまたは他の地域からお話をいただくときに私たちはそれをあの大変だからといって困ってはいけないと思っていましてその国に行って運営をすることによって星のリゾートを知っていただく機会になるし、えー、あのそれはあの日本にいらした時に私たちを選んでいただく機会になりますしまたはその国であの。 評価されれば、そこで展開することができれば、また私たちの全体の,、えー、この集客のスケールメリットがさらに強くなってくると思ってるんですね、ですから、今も世界旅行ブームがこれからもどんどん増えてくると言われてます、あの例えば、インドネシアや中国にしても、中間層がどんどん増えてきて、世界旅行に出てってるんですよねで、それの日本っていう国に来るお客さんだけを取ろうっていうことでは、私、十分じゃないと思っていて。 あの市場のニーズに応えていく、市場のニーズに応えていくということは、えー、日本以外の旅行先に行かれたときにも、私たちはしっかりとそれを受け止めるあのサービスと拠点を持たなきゃいけないというふうに思ってます。 あの都市に行くときには旅館以外ないと思ってるんですけれども、リゾートでお話をいただくときには、その地域らしさをえしっかりと反映するってことが大事だと思ってるので、バリの場合には、やはりバリの地域の文化を反映させてますし、ただ、星野屋とか星野リゾートがあのサンフランシスコやニューヨークにもし出る機会をいただけるんであれば、それは日本旅館でないとなかなかあの他と差別化できないだろうと思ってますじゃあ最後のありがとうございます。 フリーディアラニスの長澤と言います。あの、まだ星野さんのお二人には泊まったことがないんで、ちょっとよくわからないんですけども、あの、日本旅館といった場合、やっぱり、こう、イメージするのはおもてなしという精神だと思うんですけども、日本に、あの、例の和倉温泉に、加賀屋さんという、かなりおもてなしで、こう、非常に有名なホル旅館があるんですけども、 えー、加賀屋さんのおもてなしというのはこうお客さんに対して非常にマンツーマン的にかなりインティメットにこう接客するというそういう,こう精神だと思うんですけども、あのー、星野リゾートの,この接客というんですかおもてなしというのはどういうところにこう、えー、力を入れてらっしゃるのか加賀屋さんの 今までのアリと何か違うのかどうか、そこら辺のところをちょっと教えていただきたいんですけども、はい、ありがとうございます。首脳蔵とのおもてなしっていうときにあの、本当には皆さんにお伝えしなきゃいけないのは、そもそもおもてなしってサービスとどう違うのっていう点なんですね、これも海外に行くと必ず聞かれます、えー、オリンピックのときの演説でおもてなしっていうふうに。 演説した人がいるんであの、それって何なんだっていうふうにあの聞かれることはすごくあるんですよね、で私の中であの思っていることはその、気が利くサービスとか、顧客のニーズに応えているとか、ニーズを先回りしているとかっていうことはよく言われるんですけど、その話をしたとたんに、ハンアットやヒルトンやリツカルトンの,あの本社の担当者は、そんなんだったら自分たちが最も得意だというふうに言うんですよ。 だから、そんなこと言ってから、日本のホテルはだめなんだとうう、彼らは必ず言います。僕はののコーネルの,あのホテルスクール出たんですけど、86年卒業なんですけど、大体同級生は今、こういう会社の,あのディレクタークラスになってまして、もうあの彼,彼らはですね、日本が言っているそのニーズに応える、気が利いた、えー、先回りできる。 こういうサービスにおいては、自分たちの仕組みの方がはるかに優秀だと、こういうふうに言うんですよね、つまり、その土俵で戦っていると、日本のおもてなしっていうのはやっぱり勝てないっていうことなんですね、で現に東京のホテル見ていただいても、パークハイエットやグランドハイエットやリッツカールトンやマンダリオリエンタルの方が、オークラや帝国よりも稼働率も単価も高いんですよ、だから彼らの目から見ると、完全に東京でサービスで日本のホテル会社より勝ってるっていうふうに見てるんですよね。 えとなのであの、私たちがその日本旅館として真のおもてなしということで、あの海外に提案していくときには、私は基本的にニーズにないものを提供することだと思ってるんですで、これはアメリカが一番苦手としてるんですよ、ニーズにないものって何なのかっていうと、要するに顧客が気づいてない潜在的ニーズなんですね、でそれはどこから来るかっていうと、自分たちのこだわりから来るんです。 で彼らは基本的にお客様に聞いてお客様のニーズに合ったものを早く正確に提供するっていう仕組みにおいては確かに世界一なんですね。でその土俵で戦うのを僕はなんとなくもう放棄していて、えー、私たちは、えー、自分たちのこだわりを提供していこうと、えー、こだわりを提供することによって顧客は十分に感動してるし中にはですね ふざけんなって怒るお客もいるんですけども、それはそれで、我々の市場じゃないと割り切るしかないっていうのは僕らの考え方なんですね、例えば、星野屋軽井沢に2005年開業したときに、私たちはテレビをなくしたんですねでテレビあの、あれだけ単価の高いホテルでテレビをなくすと、まあ、怒るお客さんも多いんですよ、なんでこう5万も6万も払って、部屋にテレビもないんだみたいな。 ただ、そこでテレビのないことによって、気づく時間の過ごし方とか、豊かな空間の在り方っていうのが存在していて、そこに感動する人たちもやはり多いんですよね。で、これはですね。ニーズベースのアメリカのホテル会社は絶対やってこないです。彼らはもうあのその顧客のその何て言うんですかね。一般的なクレームに対してあまりにもアレルギーがあるので、そのこだわりを。って サービスをを提供すするるるっっってていうことにによる副作用をやっぱ許容でできなな体質になってるんですねただそそその、そのニッチなアプローチであのサービスを差別化し、それを私なりにおこれこそがおもてなしなんだっていう呼ぶ以外に、えっと、日本があのおもてなしっていうものがあるんであればね、しっかりと定義する方法っていうのは、私はないんじゃないかなというふうに思ってますいや、ちょっと長くなりましたけど。 いいやあの最後に結局、こだわりがないとだめだっていう、ですね人のニーズばっかりに合わせても、多分これ、負っ、ね、てしまうということだったんですけど顧客はね、ニーズをすべてのホテル会社に話すんですよ、うん、だからそれ,それに一生懸命答えれば答えるほど、全員同じサービスになるんですよね、同じサービスになると結果的に価格を下げろって話になるんで、えーまあ、僕らはその,そのなんか土俵には乗りたくないと思ってます。うん いや、とてもあの面白い話、ありがとうございました。あの会見はこれで終わりにいたします。であの会見の前に、えー、記号をいただきました、えー。これ間違えたら恥ずかしいんですけど、読み方、カンカン学学です。あの、えー、という風うに書いていただきました、えー。これは何か意味はございますか。あ、あの、えー、私たちケンブランチャード理論っていうフラットな組織っていうのを目指してまして。 フラットな組織にすると、あのポジションに関係なく、感覚学学な議論が起こるって、えっ、ー、とそそこをあの、えー、我々の謝罪みたいにしてるところがありまして、それをあの書かせていただきました。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。